人間の死体だ。やばい。ええ、ちょっと待って、次は早くね。なんか喉が渇いたんやけど、いるかなんかでももらえるかな。打ち壊してくんだ。おお、当時も動いたっけこれ。ウケさん、どうも皆さん、せーの、コスパクリーゴージャスだからね。ということでございます、私がゴージャスさんです。本日のオペレーターはナオスケです。ということでございまして、はい、今日も楽しくやっていきましょうかね。うんうん、あ、いいですね、シースルーがね。レナマルちゃんと一緒、多分、おそらく。いや、レナマルちゃんもっとなんかガッとした感じで。いや、誰が見ながら広いや。え、レナマルちゃんがもっとなんかすごいダラッとしてきてる。ダラッ、いや、私もダラッとしてて切れるもんガッチリギッチギチだよ。ギッチギチじゃない、ゆとりがあります。そうなんですか。よくないよ。でも流行ってるね。いや、流行ってるのかな。そう、俺も着ようかな。嬉しい、レナマルちゃんと俺も着ようかな、じゃあこれ。え、いや、待って、ギッチギチ。えぇー、夢でやった、一回取れた。たまにはやり返します。楽しんでやっていきたいと思います。いいよ、山田。はい、お願いします。よし、はい、続いていこう。やりましょう、トリプル。かまいたちの夜トリプル。よー、はい、やりましょう。気になる。はい、まあ事件起こってないですから。そう、そう、前回そうなんですよね。前回ちょっとね、就職しちゃいましたね。ちょっと、あ、こんなこともあるんだと思ってね。ねえ、エンディングがいっぱいありますんでね。はい、かまいたちの夜知ったわ。でも、誰も亡くなっていないってこと。平和ですね。平和な、それが一番なんだけど。うんうん、気になる。ちょっとね、誰が亡くなっちゃうのか。そうですね、ドロドロした感じにしたいと思いますね、今日は。ドロドロ。ちょっとね、もうこっちもやっちゃ、もうこっち事件の方にちょっと舵をこう、あれ向けていきますんで。なるほど。はい、ちょっとかき混ぜていきたいと思いますんでね。おお、はい、よろしくお願いします。ではゲーム画面いきましょう、こちらです。ドゥ、はい、ということでございまして、もう、はい、大阪行きません。行きません。ほんとに。やめてください、はい、もう。なので、はい。12時に誰か死んじゃうよーっていうのがあって、うん。その後、はい。こんにちは。よろしく。しかし、なんやな、立派なペンションがないかな。わしも今まで脱サラして、うどん屋の、蕎麦屋の初めておった人間知っとるけど、こんなしっかりやっとるの初めて見たわ。あんたら学生さんか。香山さんはこちらを見て、見た。はい。おじさん見習っときや。この人は立派な人や。ところで、君、就職はもう決まったのか。来たぞ。来た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 。来たぞ。来たぞ。いえ、まだ僕は、まだか。まだやったら、うちへ行こんか。うちは、ええで。うちは実力主義やさからな。2年目の人間か10年目よりも、よう、余計給与をもらったり、平気でしょる。大声で、まくったてる。はあ、しかし、その代わり力のない奴はいつまで経っても給料上がらへん。どうや、うちへ行こんか。どこまで本気なのかわからない。はい。あれ、待って。危ないよ。色が。そうですね、はい、前回選んだやつはちょっとグレーになってます。優しい優しい、うん、メモしなくていいんだじゃん。ねえ、うん、待って待って、まだ先の話なんじゃないですか。こっちを選べってことでしょ。うんうん。はい、行きましょう。もうちょっと断ないと。はい、はい、まだ先の話なんで、僕は無難な返事をしてみた。しかし香山さんは人の話を聞いてないようだった。うん、今不況不況や言うて騒いでるやろ。うちはそんなもん関係あらへん。実力あるもんしか雇ってへんからや。うちは実力主義やさかいな。どうや、うち行くんか。小林さんも直輔もニヤニヤしながら眺めているだけだ。うん、来た。え、まだ同じ道を辿る。はい、はい、そうですね、考えておきます。うん、そうですね、考えておきます。なんとかこの話題を終わらせたかった。そもそもうちの会社がなんで不況に強いか、それはやな、話は終わりともない。ああ、あら、奥様じゃご迷惑ですよ、なた。
静かな女の人の声が聞こえた。振り向くと、加山さんの奥さんらしい、あの綺麗な、女の人が階段の下に立っている。困ってらっしゃるじゃありませんか。遠目にも不釣り合いな気がしたが、近くで見ると思った以上に若いことが分かった。おー。35、6といったところで、加山さんとは、控えめに見ても10以上の開きがある。おー。年の差。女房の春子や。あ、こっちは小林くんの姪御さんとそのフィアンセやそうや。あ、着々と既成事実が気づかれつつある。直輔は文句を言う気もなくしたようだった。どうも。こんにちは。あ、一緒だった。春子さんはにっこり笑いながら加山さんの隣に腰掛ける。美味しいお食事でしたわ。おせちじゃないでしょうね。そう言いながらも小林さんはまんざらでもなさそうな表情だ。いいの、こういう人になりたい。おせちだなんてとんでもない。本当に素敵でした。奥さんにそう言っていただけると自信がつきます。広く親密な空気が流れた。いいですね。なんか喉が渇いたんやけど、どかなんかでももらえるかな。空気壊してくんだ。その空気をいらだたしげに破ったのは加山さんだった。うん、ええ、じゃあ君たちも飲むか。小林さんがその場を取り繕うように、聞いてくる。うん、北斗直輔は顔を見合わせてうなずいた。二十歳以上なんだ。そうですね。うん、はい。じゃあちょっとだけ。あ、彼女が親指と人差し指ちょっとだけ、あ、ちょっと、ちょっとだけ、僕も、僕も、うんうん、さあ、どうしましょう。僕もワンケースであれば十分です。ただですか。いや、本当にダメだよ、金にがめつい人は。ちょっと事件に向かおう。うんうん、少し、そうですね、確かに。お酒飲んじゃったらもうそのまま寝て終わりそう、ね、ただですか、ね、この気に入られてまた大阪行っちゃうから。ええね、分かってるねっつって僕も少しだけ控えめに行った。小林さんは食堂の奥のキッチンへ消えた。怖いな、あららら、怖い怖い怖い。突然窓の外でどさっと何かが重たいものが物の落ちる音がする。雪かな、雪。あ、何か落ちたよ。僕がビクンと体を動かすと、直輔はクスクスと笑った。屋根の雪が落ちただけよ。なんだ、雪か。拍子抜けした。本当に、雪だったんだろうな。雪だったのだろうか。どういうこと？疑いながら窓の外の闇を見つめていると、遠くでぼんやりと明かりがちらつくのに気がついた。うん、気づいた。ヘッドライトだ。急速に近づいてきて、エンジン音も聞き取れるようになった。あ、三木本さん？この辺りには、他に家もないし、どうやら遅れてきた客のようだ。うんうん。はいはいはい。あの女、エンジン音はペンションの裏手で、裏手を回り、そこで消えた。やがて玄関ポーチに人の足音がし、二重になったドアが開くのが、聞こえた。あ、すみません、三木本ですが、どなたかいらっしゃいますか。ど真声がこちらまで響く。三木本さんですね、ようこそいらっしゃいました。小林さんが食堂から、走ってくる。背高いな。でかいね。大柄な男の客は靴を脱いで上がってきた。小林さんは慌ててビールをテーブルの上に置くと、フロントへ向かってダッシュした。ダッシュ。いやー、一時はどうなることかと思いました。あ、ワイパーはまるで役に立たないし、車はスタックするし。よくついたね。三木本と呼ばれた男の人はフロントで記帳しながら喋り続けた。うん、名前に見合わぬひげ面のいかにも山男といった感じの人だった。夕食は終わりましたんですが、おにぎり程度のものならご用意できます。お作りしましょうか？小林さんが尋ねる。あー、いえ、途中でいろいろパクついてきましたから、お腹は空いてません。あ、すごい。何かあったかい飲み物でもいただけると嬉しいんですが。
コーヒーとか紅茶みたいなものがよろしいですか？スープもできますが。じゃあ、紅茶をください。じゃあ、お部屋にお持ちしましょうか。それとも、そこの談話室で。あ、そこで結構です。三木本さんはちらりとこちらを見てうなずく、うん。そうですか。じゃあ、これが鍵です。荷物を置いたらまた降りてきてください。小林さんに鍵を渡されると、三木本さんは荷物を担いで2階へと登っていった。おー。鳩時計が1回だけ鳴る。1回？ポッ。あれ？鳩時計。ポッ。あれ、分かってます？分かってない。ポッポッ。はい。1回鳴るっていうのは、30分ってことです。へぇー。あ、え？そうなんですか？そうだよね。いや、鳩時計全然知らないんで分かんないです。あれ、違ったら恥ずかしい。いや、そうなんじゃないですか。深夜だって、もう深夜に行ってないもんね。まだ行ってない。まだ19時。だから、だから20時ぐらいじゃない？ 20 時ぐらいでしょうね。20時半ってことでしょ。おー、へぇー。あれ？そういうシステムがあるんですね。違ったら、すげえ恥ずかしいね。いや、でもまあ、そんな感じでしょうね。そういうことなんですよね。多分そうだよね。あー、ほら！すごい！さすが。しゃあ。なるほど。さすが昭和生まれ。鳩時計あったんですか家に。鳩は出てこないけども。はい。あ、振り子時計、振り子時計。あ、はい。これ8時半。あ、ごめん。勝手に飲んでくれていいよ。僕らに声をかけると小林さんはまた食堂に戻っていった。あ、そうか。ほな、お言葉に甘えて、お先に飲ませてもらいましょうか。加山さんと僕と、そして直輔の3人はグラスを手に取った。うん。僕さんは乾杯！乾杯！軽く乾杯のポーズをして、口をつけ。加山さんの奥さん、春子さんは飲めないのか、うん、飲みたくないのか、手を出さない。なるほど。うん。こういう寒い時に部屋の中をあったこうして冷たいビールを飲むんが最高の贅沢や。わかるな。そうは思わんか？加山さんはニコニコしている。わかる。大丈夫？逆らったら終わるんちゃうの？これでもだって言うんつったら大阪行っちゃうかもしれない。まだ？また行っちゃうんですか？また。そうですね。僕は相槌を打ったりしましょう。うんうん。そうですね。僕は相槌を打った。確かに吹雪を見ながら暑いくらいの暖房が効いた中で飲むビールは真夏のビールとはまた違う味わいがあった。わかる。どうもー、こんばんは。の足音も高く、さっき上がっていったばかりの三木本さんが降りてくる。ありゃー、皆さんはビールですか。まいっちゃうな。ここに小声をかけた人間がいるってのに。ユーモア。偉く陽気な人に、あははと大声で笑いながら、直輔の隣に腰掛けた。あ、三木本さん、もう降りていらっしゃったんですか。うん、紅茶は今入れますから。小林さんが追加のビールを持って戻ってくる。早っ、追加。その、言葉通り、奥さんの、京子さんとバイトのみどりさんがティーポットとカップを乗せたお盆を持ってやってきた。春子さんはビールダメでしたね。紅茶はいかがですか。あとミシシッピーマッドケーキというのもありますけど、美味しいですよ。京子さんが尋ねると、春子さんはちょっと考えてうなずいた。じゃあいただきます。ああ、生き返るみたいだ。うん。三木本さんはありがたそうに熱々の紅茶を吹きながら飲む。ひげを生やした人というのは年齢がよくわからなくなってしまうものだが、三木本さんもそうだった。そうか。声の感じや喋り方からして中年というにはまだ間があるのだろうが、多分30代半ばだろう。おお。ヒゲを落とすと案外僕たちと変わらなくて20代そこそこなんてこともあるのかもしれない。いいですね。泊まり客はこれで全員ですか。泊まり客はこれで全部ですか。うんうん。一息ついた三木本さんが僕たちを見回して聞く。もう一組ですね。いえ、あとまだ4人ほどいらっしゃいますよ。そうだ、怪しい客がいるんだ。そう、あと女子さん。うんうん。
ですね、怪しい、うん、そうですね、怪しい、小林さんが答えだ、うん、そうだ、ヨナキ君、彼女たちもお茶が欲しいかもしれない、ちょっと聞いてみてくれないか。はーい。みどりさんはパタパタとスリッパの音をさせフロントへ向かった。あの男の方はどうされます？ちょっと怖い感じの。いや思ってんだ。こっちへ振り向き聞いてくる。あのヤクザみたいな人のことだろう、うん、ああ田中さんか、一応聞いてみてくれ。私やだな。いやならいいよ、うん、人付き合いの良さそうなタイプでもなかったし。よかった。みどりさんは3人の彼女、3人組の彼女たちの内線電話をかけた。あーはーはー、内線ガードね、はい、オーナー飲みたいそうです。今からこっちへ来るって。あら、電話を終えこっちに向かって座れんのこれ。ねえ、もうちょっと丁寧な言葉遣いができんものかな。小林さんは苦笑いしてつぶやく。僕は特に何も言わなかった。本当ですね、最近の若い女は全く嫌だしたけど。お前も若いだろ。ああいうのって上司に好きですよね、結局。本当に嫌な人間だって言っちゃうね。本当ですよ。A 以外はね、これね、僕は特に何も言わない、はい、僕は特に何も言わなかった。じゃあ私はもう3人分用意してきますね。京子さんがお盆を持って台所へと消えた。いやー、ここはえらくサービスがいいんですね。三木本さんは感心したように首を振った。うん、いや、とにかく人をもてなすのが好きで始めたわけですから。小林さんはしきりに照れている。うん、来た、女子3人組はすぐ降りてきた。こんばんは。ちょっとかな子押さないでよ、まだテレビ見たかったのに。あっという間にさ、想像しくなる。うん、うん、わーいい香り、前失礼しまーす。だからかな子押さないでってば。ぎゅうぎゅう、ねえ、人が増えてきたので僕たちは階段に腰掛けることにした。追いやられてる。それでももうソファーはぎゅうぎゅうだ。ほぼ同時に京子さんが紅茶を持ってくる。としおくんにも声をかけたんですけどね、テレビを見てるらしくて今はいらないそうです。うん、いただきます。声を揃えて入れたての紅茶に口をつける。鳩時計が鳴る。みんなが一斉にそちらを見た。もう一気に9時？そういうこと？9時だ、9時だ、12時だ、まだ時間がある、うんうん、鳩が鳴き止むと吹きすさぶ風の音がそれまで以上に、うん、大きく聞こえた。窓枠がガタガタとなり、分厚いガラスが割れそうに思える。なだれなんか、どこだろ、メガネちゃん。なだれなんか起きないわよね。心配そうにメガネのアキちゃんが言う。やだ、縁起でもないこと言わないでよ。それでなくてもあんなことがあって気持ち悪いのに。かなこちゃんは言いかけてハッとしたように口を押さえた。あんなこと、まずい。あー、聞かれるよね。あんなことって何があったの？うーん、三木本さんがのんびりと、あんなことって何があったの？三木本さんがのんびりと尋ねる。僕は何とかフォローしようと思い、お湯で閉じ込められて、飢え死に、なんて、って言ったんです。スープにゴキブリが入ったんですよ。いやね。今夜誰か死ぬなんて脅迫状が。これどうしたのかね。なんかね、重要そうですね。確かに。スープに G が入ってたって言うとなんか、かわいそう、小林さんが。そうそうそう。いや、もうこれ正直よ、これ。だって三木本さんも、もう関係ないじゃないですか。関係ないのかな。どう思います？いいじゃないですか。じゃないか、じゃないか。か、え、
まあそうね。なんとかフォロー一回じゃ、大雪で。フォローしてる、それは。大雪で閉じ込められて、飢え死になって、って言ってたんです。あら。え？まさか、それはないでしょう。三木本さんは、大げさに笑った。いいぞ。すかさず、かなこちゃんが三木本さんに質問した。あの、ペンションの方ですか？僕？僕は泊まり客です。ああ、そういうことね。うん、うん。ん？誰が言った？誰が言った？ん？あ、かなこちゃんが三木本さんに言ったんですね。はいはい、うまくごまかせたようだ。三木本さんは続けて話し出した。遅れたもんで、夕食には間に合いませんでしたが、うん、一応自己紹介しとこうかな。若い女性もたくさんいることだし。そう言って、紅茶のカップを置くと、三木本さんは少し改まった調子になった。僕は、三木本陽介。フリーのカメラマンをやっている。へぇ。風景写真が、主だけど、ヌードを撮ってほしいっていう人がいれば、遠慮なく言ってくれればいいよ。冗談のつもりか一人で笑っていた。やだ、ヌードだって。女子、女の子たちは、嬉しそうに嫌がる。恥ずかしがることはないじゃないか。確かに、今、みんな、肌だって、張りがあって綺麗だ。けど、そのうち、年を取った時、ああ、あの綺麗な頃の写真を撮っておけばよかったって、きっとそう思うに違いないよ、そう思うようになるよ。なるのかな。僕は、直輔の、顔を伺った。軽蔑したような表情しか浮かんでない。ほっとした。かなちゃん撮ってもらえば？けいこちゃんが、かなこちゃんを肘でつついている。へえ、やだ、自信ないもの。激しく首を振りながら、かなこちゃんはまんざらでもなさそうだ。おら！お、割れた。なんや！今のは！ガラスの割れた音みたいなやったけど、かやまさんが驚いて叫んだ。私ちょっと見てきます。誰誰？あ、小林さんだ。小林さん、私ちょっと見てきます。小林さんはすぐ立ち上がると廊下の奥の方へ消えていった。楽しい雰囲気がなんとなく冷めてしまった。やがて部屋から連れ出したのか、俊夫さんと一緒に戻ってきた。1階には異常ないみたいだ。え？どういうこと？ん？ガラス割れたんだよね。うん。すいません。すいませんが、皆さん、ご自身の部屋の窓が割れてないかどうか確かめてきていただけませんか？持っておいたら、冷凍庫になってしまうんで。まあね、部屋の中に入れないからね。それは大変と、ばかりに僕たちは立ち上がり、一丸となって2階へ。2階に上がると僕はまず自分の部屋に飛び込んだ。はい。ドア開けて覗いただけで何も異常がないのは分かった。うん。が、一応中へ入って窓がきちんと閉まっていることを確認して僕はまた廊下に出た。うん。直輔、加山夫婦、三木本さん、そして OL3 人もそれぞれの部屋から出てくる。その顔を見れば何もなかったことは、独身術の心得がなくてもわかる。うん。やがて空き部屋を調べていたらしい、小林さんも廊下に出てきた。皆さん、異常ありませんでしたか？とすると、あとは一部屋しかないな。うわぁ。怪しいやつだ。ヤクザさん。そう言って、ある扉を見つめる。あのヤクザのような男の部屋なのだろう。うん。僕たちは自然と小林さんを取り巻くようにして立っていった。そういえばあの脅迫状をもしかしたらあの人が書いたのかもしれん、かもね。書いたのかもしれん、かもね。あら、ほら、直輔言った。そういえばあの脅迫状、もしかしたらあの人が書いたのかもね。直輔がポツリと漏らす。どういう意味？誰かをその部屋で殺したのかも。他の人たちには聞こえないよう。小さな声で囁く。まさか、それに、まだ9時過ぎだよ。あの脅迫状が、いたずらじゃないとしても、予告の時間は12時じゃないか。そうだけどさ、だいたい犯行予告なんてのは、捜査陣を、惑わすために出すものでしょ、うん、
ゴージャス、江戸川乱歩とか読んだことあるでしょ？それもそうだ。ええー。お客様、田中様、おばさんは意を決したように歩み寄ると強、扉を強くノックした。しばらく待つが返事はない。寝てんのかな？耳を澄ましていると中から何かが風で煽られているような音がする。あら。マスターキーだ。マスターキー、これは。お客様、小林さんはどんどん扉を叩いた。が、やはり返事はなかった。いや、入りましょう。やっぱり、ここで何かあったみたいですね。うん、僕は言った。小林さんはうなずくとドアノブに手をかける。ダメだ。鍵がかかっている。でしょうね。小林さんはちょっとだけ、ためらったが、やがて手にした鍵を鍵穴に差し込んだ。うん。マスターキー。マスターキー。カチッとロックが外れる音がする。失礼します。小林さんは一応そう言った。そう言った。が、開けた途端、その部屋がおかしいことはみんなに分かった。うーん。ドアの隙間からひどい冷気とともに一陣の風が僕たちの間を吹き抜けたのだ。室内からはバタバタと揺れるカーテンの音と、ガタンガタンと何かが叩きつけられるような音。あら。お客さん。おお。え？当時も動いたっけこれ。お客さん。小林さんが手を離すとドアは、風に吹かれて勢いよく開き壁にぶち当たった。うん。部屋の中が見える。そう。僕の部屋と同じツインの部屋だ。うん。シングルではないので、一人客もツインを使うことになっているんだ。はい。はい。開け放たれた窓から吹き込む雪が狂ったように乱舞していた。うん。重いカーテンがカーテンレールから引きちぎられそうなほどバタついている。うん。窓側のベッドに、少し雪とガラスの破片が巻き、散らばっているだけで、人の姿はなかった。どこ行ったんだ？お客さん！田中さん！小林さんは叫びながら入り口脇にあるバスルームの扉を開けた。窓の方から音がした。振り向くと、ほとんど枠だけになった、うん、窓が外側の壁に叩きつけられている。窓から出たんじゃないでしょうか。僕は言った。なぜ？小林さんが当然の質問をする。僕にも、ちょっとわからない。そうね。小林さんは入るのをためらっている様子だった。調べないんですか？僕は小林さんを促した。うん、小林さんは小さくうなずくと、そっと、そっと、歩を進め、奥に進んでいた。続いて僕と直輔が入り、残りは廊下から覗き込んだ。吹き込む雪と、風から顔を守るように右手をかざし、小林さんは窓にたどり着いた。はい。その途端、彼はぎょっとしたように立ちすくんだ。なんだこりゃ何気なく近寄って、僕は彼の視線の先をたどった。窓とベッドの間は数十センチ開いている。その床の上にマネキン人形の部品のようなものが落ちていた。うん、黒い布から突き出た、手首、その上に無造作に置かれた土系色をした足首、そして青黒い顔の近くにはサングラスが落ちている。手足や胴体の中に糸が通っていて、それを緩めるとくしゃりと潰れる人形のおもちゃがある。それらの手足はまるであんな風に積み重なっていた。どういうこと？うん、なんてこった。こりゃ死体だ。人間の死体だ。やばい。え？え？ちょっと待って。次は早くね。え？死体なの？死体がありましたね。え？
小林さんはもはや全身に吹きつける雪も気にならない様子で叫んだ。僕と直輔は声も出さずに、雪の積もり始めたその死体の山を見ながら立ちすくんでいた。バラバラじゃん。バラバラってこと？バラってこと？10分後、ペンションのシュプールの泊まり客とスタッフは、全員1階の談話室に集まっていた。正確に言うと、あの死体となった客の、客を除いて、全員ということになるが、ヤクザ以外ね。そうですね、はい。死体を見たのは僕と直輔、それに小林さんだけだった。後の人は小林さんが部屋から追い出してしまったからと。僕たち3人は見たものを説明できるほど余裕もなく、ただ怯えながら熱い紅茶をすするのが精一杯だった。うん、知らないのか、みどりさん。で、いい加減何があったのか教えてくれてもいいんじゃないの？イラついた口調でみどりさんが言った。僕は小林さんをちらりと見たが、みどりさんの、言葉が耳に入っている様子もなかった。僕は、喘ぎながら答えた。喘ぎながら、死んでるんです。あそこで、バラバラになって、死んでるんです。ごくりと誰かが、唾を飲む音が聞こえる。バラバラって、それどういうこと？みどりさんは、悪い冗談だった。とでも思ったのか、鋭く、聞き返す。どういうことも何も知らず知らず声が上がり、上ずり甲高く叫ぶような調子になっていた。バラバラなんですよ。首も手も足もみんな切り離されてあそこに落ちているんです。いやー、女の子の誰かがそう叫んで泣き出した。見るとアキちゃんだ。田中さんとか言う人なの？みどりさんが小声で言う。小声で聞く、そうだと思います。顔色が全然違うからよくわかんないですけど、あの人だったと思います。突然みどりさんは目を細めた。それってもしかしてよくできた人形なんじゃないの？それもあの脅迫状と一緒でいたずらなんじゃないの？人形と人間を間違えたりしませんよ。僕は腕の付け根らしき切断面が覗いていたのを思い出し、身震いした。でもさ、映画なんかの特殊技術って最近すごいじゃない。ああいうやつなんじゃないの？そこまで言われるとだんだん自信がなくなってきた。自信がなくなってくる、あれは人間だ、間違いない。血もついていた。小林さんが断言すると、アキちゃんはまた声を上げた。やっぱりあの脅迫状は本当だったのよ。私帰りたい。そういえば僕聞いたことがあるよ。かまいたちのこと。三木本さんが唇を舐めながら話し出す。かまいたち？かまいたち？僕は聞き返した。ああ、知ってるだろ。この辺りでは昔から何もないところで、突然服が切り裂かれたり、怪我をしたりすることが知られていたんだ。土地の人たちは、鎌を持ったイタチのような生き物の仕業だと考えていて、かまいたちと呼んでいた。三木本さんは低い声で話すと、僕たちの顔を見回した。しばしの沈黙の後、小林さんは鼻で笑った。そのかまいたちのせいで、田中さんはバラバラにされたと言うんですか？そうですね。バカバカしい。直輔も口を挟む。それに、かまいたちって自然現象なんでしょ？真空状態が発生して切れたりするって聞いたことがあるけど。しかし、三木本さんは動じなかった。一応、そういう説明は、なされてる。
でも妖怪とか自然現象かわからないが、何かそういったものが何かそういったことが起きるのは確かなんだ。でも切り傷ができたり服が裂けたりするのは するってのは聞いたことがあるんですけど、人間がバラバラになるとは思えませんが、僕は言った。妖怪の仕業だなんだとしたら、そんなどんなことだって考えられる。そんな顔をしないでくれ。これ誰だ、三木本さんじゃないですか。三木本さん。妖怪の仕業なんだとしたら、どんなことだって考えられる。そんな顔をしないでくれ。僕は別に妖怪なんて信じてるわけじゃないからね。自然の現象だと考えてみよう。この風の音を聞いてみよう。聞いてみろよ。これほど激しい風なら、めったにできないような恐ろしい真空ができたとしても、不思議じゃない。そうは思わないか。窓ガラスを割り、窓辺に立つ人間の体を一瞬にしてバラバラにする風。そんな風が吹いたというんだろうか。プラズマよ。プラズマの仕業だわ。ずっと怯えた表情をしていた、アキちゃんが叫んだ。アキ、プラズマって何よ。ケイコちゃんがいた。うん、よくわからないけど、そうに決まってるわ。それだと説明がつくもの。ちっとも説明がついたようには思えないが、アキちゃんは確信しきった様子でうなずいている。うん。じゃあ脅迫状はどうなるのよ。あれを書いたのは人間でしょ。え、でも、だって…かなこちゃんに言われると、アキちゃんは困ったような顔のまま、また泣き出した。なあ、さっきから聞いとるんやけど、脅迫状って一体何のことや。そうだ。かやまさんが溜まりかねたように口を挟む。小林さんは一瞬僕の方を見た。が、今更隠し立てしても仕方ないとすぐ気づいたか、ぼつぼつと脅迫状の意見を話し始めた。実はですね、聞き終わった後、しばらく全員が絶句しているみたい。そんなことがあったんですか。三木本さんがつぶやく。そういうことはちゃんと言うといてもらわんとかなんなぁ。加山さんがため息混じりでぼやく。でも、住んでしもうたことはしゃあない。上にあるのが、ほんまに死体なんやったら、はよ警察に連絡せなあかんわ。警察そんな当然のことに今まで僕は気づいてなかったんだ。なんでやねん。あまりに異常なものを見せられたせいで正常な思考ができなくなっていたようだ。それと小林さんも同じだったらしく、慌てた様子で振り向くと電話に近寄った。受話器を取り上げ耳に当てる。よかったよかった。すぐにガチャガチャと揺らつくようにフックマーク。フックを押し始めた。フックを押し始めた。ダメだ。何も音がしない。電話を通じてない。だー、雪だから。あ、何やて。加山さんは立ち上がって叫んだ。それは困るで。多分、どこかで電話線が切れてたんでしょうか。小林さんは音のしない電話機を肉肉しげに見つめている。電話通じない。そのことの意味は僕の頭の中に染み通るまでしばらくかかった。電話がかけられないということは、明日になり吹雪が止まない限り警察に連絡できないだけではなく、ここから降りることもできないということだ。はい。加山さんは突然笑い出した。うわ、壊れちゃった。あ、そうや、わし、携帯電話があるんや。あれを使おうたらええわ。うん。しかし小林さんには、
あ、小林さんは、2べもなく。行った。2べもなく行った？うん。2べわかんない。無駄ですよ、加山さん。この辺りは電波が届かないんですよ。携帯電話は使えません。なんてこった。そしたら、一体どうなんしたらええや。人殺しがこの辺うろついとるちゅうのに。人殺し。その言葉に僕たちは、今日疲れたような思いだった。死体の異常さに気を取られ、あれが紛れもなく殺人であるということなど考えもせず、かまいたちだの、プラズマだのと騒いでいたのだ。いや、わざと考えないようにしていたのかもしれないな。そうだね。しかし、あれが事故や自殺であろうはずがない。殺人だと考えるのが一番自然だ。誰かが田中さんを殺してその死体をバラバラにしていったのだ。いやー、そして、加山さんの言う通り、この天候を考えると、その犯人はまだこの辺りにいる可能性が高い。うん、この天気で山を降りることはできると思いますか？僕が尋ねると小林さんと敏夫さんがほとんど同時に首を振った。無理だろう。答えたのは敏夫さんだった。さっき三木本さんがたどり着いたのだって奇跡みたいなもんだもんな。歩いて降りたら途中で通し、車だったら運が良くても立ち往生、うん、運が悪ければ沢に転落しかねない。じゃあ犯人はこのペンションの中に隠れようとするんじゃないでしょうか。生き延びるためにはそれしかないでしょ。全員が息を呑んだ。わ、泣いていたアキちゃんでさえ一瞬泣き止んで恐怖の表情を見せた。怖いね。いいよ。敏夫さんは怒ったように、怒ったように立ち上がる、うん、じゃあ何か死体をバラバラに切り刻んだようなやつと一晩過ごすことになるのってならぬか。冗談じゃない。そらそうや、人殺しがおるかもしれんちゅうのに安心して眠れるわけ、あらへん。なんとかせな。加山さんも大きくうなずく、うん、なんとかってどうするんです。小林さんが当惑した、様子で、聞き返した。それは捕まえるしかないやろ、うん、警察に来てもらえん以上自分ら捕まえな、しゃあないやないか。上手くなってきてる。ねえ、上手くなってきてる。ちょっと待ってください。見かけによらず情けない声を出したのは三木本さんだった、うん、人を殺してその死体をバラバラにするような凶悪な人殺しですよ。下手に手を出すよりここでみんなでじっとしていた方がよくありませんか。これだけ人数がいればどんな凶悪犯だって手出しできないでしょう。じゃああんたはこのままでずっと起きとけちゅんかいな。うん、ちゅんかいな。寝とるわよね、皆殺しにされるかもしれんのやで。でもうまい、うまくなってきてる。香川さんがとんでもないことを言い出すものだから女の子たちはますます怯えた表情になった。僕は慌てて口を挟んだ。いや、どんなひどいやつでもそこまでしないでしょう。まあ戸締まりだけはしっかりとしておく必要があると思います。戸締まりだってもう中に入り込んどったらしゃあないやないか。おお、まさか一体いつどこから入ったっていうんですか。小林さんは驚いて大声を出した、うん、そんなことわし知らん。そうやけど現に一人殺しとるやないか。わしらが気づかんうちに入ってきたっちゅうことやろ。
でも、でも声がでかい。小林さんは言葉を探してる。興奮してきた。そや、窓が割れとったんやろ。窓から入ってきたんとちゃうか。裏手は、うん、割とそんなにわあんまり常設しとらんから2階の窓から入るのもそんなに難しいとちゃうんからだ。そしたら犯人はまだ窓から外へ逃げたんじゃないですか。だってドアの鍵はかかったままだったし、僕は当然だと思ってたことを言った。そんなことわかるかいな。ここのドアは押しボタン式の鍵やで。入ってきたんは窓でも、その後はドアのボタンを押して閉めたら済むことやし、うんうん、はい、2階の空き部屋に隠れることも、わしらが2階に行っとる間に下に降りることもできたのかもしれん。確かにドアに関しては香山さんの言う通りだった。ドア押しボタン、内側からボタンを押して、閉めるとロックされる。シュプールの客室のドアはすべて、そのタイプだった。だから鍵が閉まっていたから、だから鍵が閉まっていたからといって、うん、犯人が窓から逃げたとは限らない。そうとは言っても、2階の部屋はさっきみんなで調べた。分かった。うん、廊下をうろうろしている僕たちの目を盗んで1階へ降りたとはなかなか考えにくい、うん、何にしてもみんな何か武器になるものを持っといた方がいいんじゃないかしら。あ、直輔。あ、改めて黙り込んだ直輔が口をひねた。僕は直輔の提案に驚いていたが、空言えてる。どっちずつ、え、空言えてる。いだっちゅう時のダメやな。早速用意しよう。みんなはすぐにその場の意見に賛成した。と言ったって、こんなペンションのこと、武器なん、と言ったって、そんなペンションのこと、武器なんてあるわけもない。結局みんなが手にしたのは、スキーのストック。ほう。果物ナイフ、そして、モップの絵。この絵。包丁なんかは、かえって危ないというので、こんなものになってしまったが、頼りないこと、この上ない、うん。何かでチームを組んで、しらみつぶしに調べるんや。ベッドの下、クローゼットの中、バスタブ。ここに、どこに隠れるとか、わからへんのやで。ちょっとまた下手になってきた。いつの間にか、香山さんがリーダーシップを取っていて、やはりそこには、社長だからと、だから、だろうか。うん。男は5人。僕、三木本さん、小林さん、香山さん、敏夫さん。これで全員、うん。女性陣は全員見送りだ。千人針でも縫ってもらいたい気分だった。かな？うん。気をつけてね。直輔の一言だけが心の支えだ。どこから手をつけるのがいいのかな？小林さんが誰にともなく尋ねた。僕は言った。お、選択肢。さあ。どうしましょう。これは、2階の窓が割れてるわけでしょ？うん。2階でしょ。2階。2階？まあ、死体もありましたからね。そうね。2階。2階から調べましょう。君らが先に行け。言い出しっぺのくせに、香山さんは、は僕と三木本さんを先に行かせる、うん、仕方がない。僕はストックを、うん、三木本さんはモップの柄を握りしめ2階への階段を上った、うん、2階からね。
天国の階段にならなきゃいいけど。うん。怖いね。小林さんが鍵を開けると。はい、小林さんが鍵を開けると、僕と三木本さんが武器を構えている。うん。いいか、開けるぞ。うん。二人がうなずくと同時に、小林さんはドアを開いて、その陰に隠れる。そして僕たちはストックとモップを突き出しながら中へと入っていく。うん。そうやって一つ一つの部屋をベッドの下まで、捜索していた。全員が一つの部屋に入ったのでは、その間に逃げられる恐れがあるというので、中へ入るのは僕と三木本さんだけ。最初はビクビクものだったが、同じことを繰り返すうちに、だんだん、大胆になってきた。おぉ。三木本さんもそれくらいは同じらしく、顔色も普通に戻っている。うん。どんな奴が出てきても、5人もいれば大丈夫ですよね。おぉ。そうだよ。5人もいるんだから、とうとうすべての客室を調べ終わったのだが、あ、これもうセリフじゃない。とうとうすべての客室を調べ終わったのだが、人の気配はない。小林くん、あのドアは何や？香川さんが廊下の突き当たりの扉を指さした。あれは掃除用具なんかを入れてある物置です。人間は隠れられないこともないですが。うわぁ。え？人間が、ぎくりして、なんで？え？足音だった。足音だった。え？え？三木本さんが目をぎょろつかせて僕を見る。うん。聞こえたか？その目はそう言っていた。僕はごくりと唾を飲み込みながら大きくうなずいた。え？ストックを握りしめる手に汗がにじむ。やばいよ。ノブに手をかけた小林さんがみんなの顔を見回した。僕、三木本さん、敏夫さん、そして少し離れたところから、加山さん、4人が一斉にうなずいた。ドアが開く。中にあったのは掃除用具の入ったバケツやほうきやちりとり。ゴムのスリッパなどの洗面所用具。明かりがないのでそういったものの撮影しか見えない。影が見えない。うん。人の影しか見えない。誰かいますか？三木本さんが暗闇に向かって話しかける。僕はほっと息を吐いた。大丈夫？やっぱり犯人は窓から逃げたんですよ。これだけの人がいるところを逃げ込もうとは思わない。そこまで行った時だった。突然ガタガタと音がして、ほうきがこちらへ向かって倒れかかってきたのだ。いるぞ。来るな。三木本さんは目を閉じ、モップの柄を振ります。危ない。あれ猫だ。猫。ありゃー、猫だ。ジェニーだ。こんなところにいたのか。敏夫さんが言った。ジェニー？ここで飼ってる猫だよ。見かけないからどこに行ったのかと思ってたんだ。こんなところに入り込んだとはね。はー、猫が物入れ。さあ、小林さんがみんなを促した。次は1階だ。猫どうしてほしい。かわいい。かわいい。猫好き。かわいいね。みんな犯人が入り込んだ可能性はほとんどないと思い始めたんだろう。さっきまでとは違い、リラックスしきって1階へと降りた。わしはこう見えてもな、高校時代は柔道やっとったんや。うん、もし犯人が出てきよったら、一本背負いから、抑え込んで、ぐうの音も出んようにしたるわ。加山さんは今やってからそんなことを言い出す。うん。それなら今度は加山さんが前に立ったらどうですか？
僕はムッとしながらも黙って選択肢。いや、いい、これ A だね。お、A。もう、もちろん。それでは今度は、加山さんが前に立ったらどうですか？僕が皮肉を込めて言うと、加山さんは慌てた様子になった。そうしたいのは山々やけどな。わしは今、ちょっと腰の具合が悪いやさかいな。あいたたたた。くそー、この腰さえよかったらな。都合がいいぜ。都合いいな。このおっさんにはかなわない。一階では直輔たちが心配そうな顔をして待っている。うん。どうだった？尋ねる直輔に僕はただ首を横に振った。僕たちを驚かした黒猫は今は緑さんの足元で、足元でガツガツと餌を食っている。うん。人の気も知らないで。一階には談話室を覗くと、食堂とキッチン、うん、緑さん、敏夫さんたちのスタッフルーム、うん、小林さんの夫婦の部屋、うん、乾燥室なんかがある。乾燥室、あれか、スキーウェアとかの乾燥室ね。はいはいはい。それらをざっと見て回るが、人が隠れているとは考えられなかった。この中にいるんじゃないですか？早いな。待ってちょっと。もう他に部屋はないんですか？談話室に戻りつつ、僕は小林さんに聞いた。あとはワイングラだけだね。だけだけど、あそこは鍵がかかっているからね。小林さんはちょっと考えから、ん？答え考えてから答えた。なんや、結局おらんかったっちゅうことか。なあ、残念やな。せっかくわしの地獄車をお見舞いしたろかと思っとったのにな。加山さんは、悔しそうにも、もみ手をする。悔しそうにもみ手をする。相変わらず口だけは達者な人だ。本当だよ。談話室に戻ると、京子さんが、コーヒーを入れてくれていた。誰もいなかったのね。直輔が僕たちの表情を読み取って言う。結局外に逃げたっていうことなのかしら。だろうね。敏夫さんが答えた。みんなほっとして、みんなほっとしたようなので、それでいて不安げな複雑な表情を浮かべている。そりゃそうだろう。とりあえず危険なことはなかったものの、本当に誰も隠れていないとは、まだ確信できない。それに、今いなくても夜中に入ってくるかもしれない。いくら戸締まりをきちんとしたところで、窓を割れば簡単に入ることができるのだから。待てよ。僕はふと疑問に思った。僕たちは初めから犯人は窓を割って入ってきたのだと決めつけていた。うん。でも本当にそうなのだろうか。お、お、選択肢。犯人はもっと前からペンションの中に入り込んでいたんじゃないだろうか。お、僕たちの中にアリバイのない人がいることに。あら、え、え、これなんか重要そうな AB ですね。犯人はもっと前からペンションの中に入って、敏夫さんはいたのかな。これはどうですか、今までの話からメモをね、全部記入してますからね。そうですよね、メモをいっぱい。女子3人、女子3人組、女子3人、女子3人組、ちょっと全然わかんない。あれあれ、結構いっぱい書いてくれてますけど。でも、はるこさんが、2階から降りてくる前に、ドサっていう音がありましたね。雪が落ちた。そう。うん、雪、その後に、三木本が来たんだよね。うんうんうん、その後に三木本も来た。その後に、はるこさん来て、うん、で、その後に、女の子3人が来ました。ん？アリバイ？いいか、もう下にしよう。あ、下に。え？誰かに気づいたんですか？気づいたんですか？聞かれて困りませんか？気づいてないな。気づいてない。え、誰だって言われたらそうだね。
アリバイのない人。トサーの後に。アリバイのない人。アリバイのない人じゃない。トシオさんってずっとどこにいたんですかね。ここに一緒にいたんじゃない。いやいや、一緒に紅茶は飲んでないですよ。あ、そう、紅茶飲んでないか。うん、その、だから田中さんの騒動があるときに、うん、なんか、敏夫さんを連れてきたって言ってましたね、小林さんが。そんな騒動があるときに、だから敏夫さん一人だけ違う部屋にいたんですよ。うん。ということは、もしかしたらっていう。あ、上上でしょ。いや、そんな、敏夫さんのアリバイがない直輔さんの推理的にはそう。そう。敏夫さんは、1階の違う部屋に行ったんじゃないですかね。違う部屋、まあでも最終判断はね、ゴージャさんなんで。そうですね。直輔さん的には敏夫さんが、もしかしたらアリバイないんじゃないかって言ってますけど。でも今ここで人を疑うって、ちょっと良くないよな。早いね。みんなで団結していかないといけないはずなのに。犯人はもっと前からペンションの中に入り込んでいたんじゃないだろう。A。A。お、うん、ゴージャスさんの判断は A。まあでもドサーの時が怪しいですよね。うん。犯人はもっと前からペンションの中に入り込んでいたんじゃないだろうか。うん、そして、ゆっくり時間をかけて田中さんの体を切断した。そう考えないと、人間があんな風にバラバラにできたことの説明がつかない。それとも何か方法があるだろうか。窓の割れる音がしてから僕たちが駆けつけるまでのあんな短い時間で死体を処理する方法が。何？バナナの手順。バナナの手順。バナナの手順って、だから糸をこう仕組んどいて、うん、こうやって引っ張ったらバナナ切れてて、ポロポロポロってね。ええー、そんな手順があるんですか？応用すれば。へえ。いや、応用しても無理だよって。で、その切れる、あれがないもん、糸。ああ。そもそも道具がないんですね。でもなんか糸がついてたって書いてありませんでした、死体のところに。ああ、いや、糸も、糸って、普通の糸じゃない、本当に。普通の糸か。それを応用して人を切れるだけの糸だよ。部屋自体に仕掛けがあったとしたら。いや、戻れないな、これ。ええ、戻れないな。でも糸がついてましたよね、体にね。糸ついてましたっけ？あれ違うことか。なんか例え話みたいな感じで、なんかバラバラの人形、あの糸のついてる人形の話は出てましたけど。うん、あ、そういうことか。いや、もう単純にあんな時間にできるわけない。できるわけない。まあシンプルに。できるわけがない。きっと犯人はずっと以前からペンションに入り込んでいたに違いない。なるほど。では、いたいつ？え？どこから？どうやって誰も気づかれずにペンションに入り込むことができたの？戸締まりがきちっとしていた以上、入れたのは、正面入り口と乾燥の、出入り口しか考えない。でもそこからだと必ず誰かの目に留まっていたはず。そうね。それにたとえ客のすべてが、奥さんに、奥にいたとしても、少なくとも小林さんには人の出入りがわかるようになっている。うん、奥にいたとしても少し。まあ、入ってきたら絶対わかるってこと。小林さんがもう気づく。うん、とすると、地下から穴を掘って地下室へ侵入したんだ。わあ、選択肢。犯人は中へ入ることはなく、外から田中さんを殺したんです。待って、正面から入ってきたが、誰にも見えなかったのだ。サングラスしてたから、田中さんかどうかわかんないですよね。それね。だからここにいる人の誰か、田中さんに、なりすました。なりすましている。犯人は中に入ってない人とかさ。A はないですね。ん？ A はないですね。A はね。B だぞ、B。
ピンするよ。はい。ピン。犯人は中に入ることなく、外から田中さんを殺したのだ。推理小説でいう遠隔殺という、やつだ。しかしどうやったら離れたところにいる人間をバラバラにできるんだろう。まあ、外で殺してからここでバラバラにしたのかな。外で殺してから中でバラバラ。外で。いや、外ってどこなの。もうすでに死んだ田中さんを運んできた人がいて、うん、ここでバラバラにする。どうでしょうか。そう。窓は開いていた。窓辺に立っている田中さんを離れたところからバラバラにするような武器。そうだ、レーザー光線だ。え、いや、ちょっと待ってくれよ。レーザー光線なんか使ってもしょうがない。あれ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 、これやばいな、これ。レーザー光線。違う、これないぞ。レーザー光線か。この結末ないぞ、ちょっと待ってあれ、おう、あ、未来的。いや、レーザーメスというものは何年も前から実用化されていた。そうか、ここで試したんだ。いや、これ切れないよ、焼けるだけだよ、これって。あー、焼き切ったんすかね。焼き切ったんだ、レーザーメス。それぞれ、それのはるかに高性能なものが密かに開発されていたと言ってもおかしくはない。うん、やっぱりおかしいか。常識的に考えて、そんな大体そうな武器をわざわざこんなところで使うとは思えない。うん、それにもし使ったとしても壁が何かに痕跡が残っている、壁か何かに痕跡が残っているはずだろう。ではやはり犯人は、建物の中に入ったのか。しかし中に入る方法はない。つまり、犯人は僕たちの中の誰かであるということだ。導かれた。待てよ。窓が割れた時、あの時、談話室にいなかった人が一人だけいた。隣で熱いコーヒーを美味しそうに飲んでいる男、ミキ。あ、年尾さん。ほら、この人は田中さんを殺すことができた。僕はその顔をそっと覗き込んだ。月月の明るい大学生。それは見せかけに過ぎなかったのだろうか。ん？どうした？年尾さんがこちらを見返した。いや、佐藤か。悪い。年尾さんはシュガーポットをこちらへ回してくれた。うん。どうも。仕方なくそれを受け取り、自分のコーヒーに砂糖を入れた。言った。どうやら僕の視線の意味を誤解したらしい。いいぞ。犯人？もう決まった？この人の良さそうな男が犯人だろうか？いや、どんな事情があったにせよ、この人が人を殺し、その体をバラバラに切り刻むなんてできるわけがない。やはり犯人は外へ逃げたのだ。ここにいる人間とは何の関係もない、根っからの犯罪者に違いない。そう。多分殺された田中さんも、きっとヤクザか何かだったの。へぇー。そして別のヤクザに殺された。そして僕は無理にでもそんな風に思い込もうとした。突然小林さんがガバッと立ち上がった。ん？どうかしましたか？僕は尋ねた。外を調べて。やばいよ。外？どうしてですか？何か痕跡があるかもしれないじゃないか。足跡とか、タイヤの跡とか。年尾さんが、首を振った。危ないよ。そんなのあったとしたって、この雪じゃ、とっくに消えてますよ。それはまずそうだが、見えてないもん。そりゃそうだが、殺人犯がここに戻ってくるかもしれんというのに、何もしないでいるわけでもいかないじゃないか。うん、小林さんは、苦々しげに言った。あ、選択肢。上だ。
僕も一緒に行きます。おお。痕跡があるか。痕跡があるんですかね。ないよ、この吹雪じゃ。いや。行っても殺されるだけですよ、多分。でも、手がかりがつかめる。して、タイムリープしてまた戻ってくるんだ。タイムリープものか。これどうしよう、このままやって、直輔が殺されてたら、ちょっと笑っちゃうな。笑うな、笑うな。いや、でも外にちゃんと大丈夫である。うん、ありますかね。そう、ガラスが割れた外で。僕も一緒に行きます。僕は、立ち上がった。もう一人ね、いてほしいね。加山さんも行きますよね。外で犯人に出くわしたなら、地獄車をかけてくれるんでしょ。僕が皮肉っぽくそう言うと、加山さんはしどろもどろに返事をしてきた。そうやな。あー、でも外は寒いやろ。もし寒いのは苦手なんや。もし見つけたら、中に追い込んでくれ。わしの茶、まず、つばめ返しをお見舞いするやさかい。まるで一休さんだ。それにつばめ返しは柔道の技じゃなかったと思うが。結局、僕と小林さん、敏夫さんと三木本さんの4人が外を見回ることになった。全員部屋に戻って着替えをすると、5分後の10時ジャスト。はい。10時ジャストに玄関で落ち合った、はい、10時ジャスト外見回る9時から10時。はい。ジャストでグルーブ落ち、どこまでだった4人揃うと靴を履き武器を持って外へ向かった。ドアを開けた途端カミソリのような風が雪とともに襲ってくる。僕は慌ててフードをかぶり紐をきつく引いて固定した。右と左からぐるっと一回りしよう。右と左からぐるっと。はい。小林さんが風の音に負けないよう声を張り上げる。小林くんと私は時計回りに。敏夫くんと三木本さんは反対回りに。はい。それでどうかな。はい。行きましょう。はい。みんながうなずく。小林さんと私がこっちへこう。はい。うん、はい、で反対もあり、玄関ポーチから踏み出すとそこには真っ白な真っ白な地獄だった。もう雪で。雪だから。はい。二手に分かれた僕たちは積もり続ける雪にすねまで埋もりながら歩き始めた。うん。離れ離れになるんじゃないぞ。小林さんは吹雪の中に消えていく敏夫さんたちの背中に叫んだ、うん、が吹きすさぶ風がすぐその声をかき消してしまう、うん、フードを固く引き絞って下を向いていても風は容赦なく顔に切りつけてくる、うん、何もこれじゃ何も見えませんよ、うん、顔を上げて思いっきり目を見開いても荒れ狂う白い闇は1メートル先さえ見通せない。すごいなぁ。ストックを握りしめた指は手袋をしていてももう凍え始めている。いやーすごい。小林さん小林さん。姿を見失った僕はなぜかパニック半ば僕は半ばパニックに陥って叫んだ。見失っちゃった。どこを見ましても雪雪雪。ペンションの影すら見えない。方向感覚も全くなくなってしまった。何やってんの。ゴージャさん何してんすか。壁こうやって触ってくるよね。あと手つなぎなさいよ。ほんとや。おじさんと手つなげなきゃいけない。いやおじさんでも手つなげなきゃいけないでしょ。ここは離れ離れになっちゃいました。おじさんでも手つなぐの。おじさんはおじさんが嫌いなんだよ。いやいや。おじさんが危なくなったらおじさんに人工呼吸しなきゃいけないよ。ほんとですよ。いやいやいや、どうします。方向が全くなくなってしまった僕は、いや、右に進んでいくしかないでしょ。時計回りに回ってるからね。言ってるし、小林さんも一緒の道を進んでるから。とにかく右側に進んでみた。しかし、進めど進めど手がかりになるようなものが何もない。ただ雪が渦巻いているだけだった。小林さん、どこですか?声が恐怖で裏返る。むき出しの頬が凍りついて痺れてくる。やばい。僕はやばいよ。
え、これどうすんの？だいぶやばい。で、なんか怒ったらこれもう終わんだで。うわ、あ、終わるわ。いや、進もう。進む。どっち？元に戻った方がいい。割れた。じゃあ進もうか。さらに進むことにした。え、だって雪山だよ。いや、もう こうなってでしょ、うん、こうなったらなんか、まあ、こうなんかこうなっても一生会えなくなっちゃう、多分。あ、そっか。さらに進むことにした。どこまで行っても雪以外何も見えてこない。あ、くん、コシくん、お、カズさん、誰かが僕を叫んでいる。僕を呼んでいる。しかしどこから聞こえてくるのかまるでわからなかった。ここです。どこにいるんですか？ここですか？なんとか方向の見当がついた。おお！深い雪の中を歩くのはそれだけで重労働だ。うん、手足は痺れるほど寒いのに、もう背中に汗をかき始め、息が上がっている。やっとの思いで建物の裏側の角にたどり着き、回り込んだところで小林さんの背中が目に入った。小林さん、声をかけながら近寄った。小林さんの足元には三木本さんが倒れている。それを敏夫さんが抱き起こそうとしていた。どうしたんですか、痛い。倒れている三木本さんがうめいた。見ると、こめかみから赤い筋が垂れている。血だ。こうちゃん。これは、誰かに殴られたらしい。早く、中へ運んで手当て しないと。敏夫さんが言った。一体、殴られた？一体誰に？聞いてから、馬鹿げた質問だったことに気づいた。もちろん田中さんを殺した犯人に決まっている。え、俺が遅かれな、うん、俺が遅れなければ捕まえてやれたのに。いや、どの時間が分かんない。敏夫さんが悔しそうに言っていた。俺が遅れなければ離れ離れになったってこと。敏夫さん、敏夫さん怪しいだ。怪しいだ。なんで離れたんだ。小林さんが爪、うん、と、うん、爪、閉じたね。詰めるような口調ではなかった。当の小林さんにしても、僕とはぐれてしまったのだ。この視界では仕方ないことな。僕は風を手で遮りながら目を凝らした。三木本さんが倒れているあたりは格闘があったらしく、雪が乱れている。あら。しかし足跡があるかどうかまではよくわからない。それどころか降りしきる雪は僕たちの足跡さえも急速に、覆い隠そうとしていた。くそ、犬でもいれば。敏夫さんは唇を噛んで白い闇の彼方にを睨む。しかし正気の人間がこの吹雪の中へ逃げようとするだろうか、うん、そう思った瞬間僕はゾッとした。ここには僕たち以外僕もいなかったんじゃないだろうか。誰もいなかったんじゃないだろうか。三木本さんを殴ったのは敏夫さんじゃないのだろう。敏夫さんじゃないのだろうか。敏夫さんは怪しいよ。遅れたと嘘をつき、後ろから三木本さんをモップの柄で殴ったんじゃ。とにかくこう。小林さんが武器を集めて持ち、僕が三木本さんの足を、そして敏夫さんが肩を支える。思っていた以上に重い。ただ歩くだけでも、大変だった道を人を担いで戻れるものなのだろうか。僕は不安になりつつ、元来た方へ戻ろうとした。そっちじゃない。あら、小林さんが怒鳴る。どうやら裏口があるらしい。ありがたい。僕は少しホッとしたとは言ってもこの深い雪の中を気絶してぐったりした大男を担ぐのだから、数歩進むだけでも大変だ。
たった10メートルも運ばないうちにもう肩が抜けそうに痛くなってきた。うん。お塩さんも歯を食いしばって耐えている。やがて二人の歩みが止まった。小林さんがベルを鳴らす。何も見えないが裏口に着いたようだ。そんなに早く誰か助けてくれ。じりじりと来て待っているとやがてドアが開いた。僕たちは雪だるまみたいになって、中へこれが転がり込む。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれここ、メンバーシップはそれここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。